富田光彦は、滋賀県伊下郡木之本町出身の経済学者、図書館長。専門は、国際経営学。生は、富田と表記されることもある。富田酒造実家は、長浜市木本町にある、富田酒造であり、富田酒造は、室町時代の天文3年頃まで遡ることができる酒蔵である。富田酒造の建物は、遠長元年建築とされ、 2019年には、登録有形文化財に登録された。祖父は、伊加郡木本町長や伊加郡長や、衆議院議員などを務めた、富田八郎。父は1952年に、大海伊加郡市を観光した、富田八右衛門。富田光彦は、富田家の14代目当主である。港北図書館1937年2月に、滋賀県伊香郡木本町に生まれた。 早稲田大学高等学院では、宇治俊彦や小暮正明と同窓だった。早稲田大学第一政治経済学部を卒業して、伊藤中商事に入社すると、社員のまま、ハワイ大学大学院やハーバード大学大学院に留学した。瀬島隆三の下で、海外貿易の総括部門に勤務し、1971年に伊藤中商事を退社した。30代で、 滋賀大学経済学部の講師に就任した。その後は、滋賀大学経済学部教授、滋賀大学附属図書館館長などを経て、2004年に滋賀大学の名誉教授となった。また、放送大学滋賀学習センター所長も務めている。木本町には1907年に開館した、施設図書館の広北図書館がある。祖父の富田八郎や父親の富田八右衛門は、 無報酬で、広北図書館の館長を務め、資材を投じて、図書館の維持に尽力していた。富田八右衛門の死後、44歳の時に、富田光彦が、広北図書館の理事長兼館長に就任した。2012年10月には、郷土教育や文化振興に対する貢献が評価され、中部地方級県の優れた教育者を検証する、中日教育賞を受賞した。 2019年時点でも広北図書館の館長を続けている。ありがとうございます。